セール1本目レッツゴー。いやパー君なら分かるような中、俺らもともとネットで知り合った中、今じゃネットでもワッパーつながれる時代、でも今この幕の方がギリ近い具合の距離かな、今分からないならし方がないな、どっちの方が格が上か自分でも気づいてるはず、会う前に言ってたような、俺はラップが下手だから勝てないかなって、そんな気持ちでワップすんのか、本当につまらないな、やめてくれよ、俺がワップ前のもう分かってるでしょ、今までいっぱいやったもんね。それでは MC コール一歩でレッツゴー。Yeah、 聞いてる限りただのカラオケだぜ、それじゃ缶オケに置きちまうぜ、 Ladies、yeah、 お前メレじゃなくて XL、 でも俺がブンバップでこっちの方が似合う XL、 yeah、 ビッグサイズこのライムのチョイス、お前のフローも何歌を歌う感じよりも俺はこのライム落とし込む、喋るような感覚でもフローは作れるぜ、Ready Beast on the Beast の上からまだドンブラリ鳴らす大津波、お前を飲み込むこのフォトグラフィーはまだまだこの社格には収まってないが、yeah、 まずは額縁の外から照らす、まるでグラフィティアートみたい、俺がボムシーここで落とすし、イシシとノシシも驚きののろし、yeah、 これをリリシズムをゾロリなんてね、 yeah yeah 終了、 okay、 じゃあそれで返せるか、2本目ヤングエクセルレッツゴー。いやゾロリゾロ目でもうは一切いらないのさ、もうだ人間は生の身のままで動いてるのさ、例えるならポーカーボンプはせいぜい出してもフォーカー、ルールと常識のボーダーを突破、上の手札なら5枚ともジョーカー、いまだ分かっちゃうな奴ら多すぎゃ、本当につまわないただ下手くそなワップ多すぎゃ、さっきから言ってる俺は XL を着てる、そして XL を名乗ってる、でもお前は XL に切られてる、何が違うか分からないなら教えてやるよ、だってこのバトルならば俺は魂器の科学と体がでかいけど、お前はその身長と器がちっちゃいから切られてくってことは分かっちゃない。それではこれに返せるか、 MC パウル2本目レッツゴー。Yeah、 俺確かにでかい体つきじゃないしガリガリかもしれない、骨しかない、でも骨がある MC、 俺を倒すには骨が折れるぜ、なんせ Let's get the B-boy、 でもカルシウムバチバチのリリシズム、こいつがお前の耳に耳しみる間違いがないぜ、俺はラップに一途しかもイビル、でもたまにピースもまとう、だから野良猫ありのままディアママまたありがとうな、そう思いながらラップする今日また白昼堂々、俺は猫に変わった110の王、ライオンのようにここで縦紙を立てるぜ、坂上みたい、俺は うざいことは言わない、縦紙を立てるのみ、 Yeah 尼崎のダウンタウンじゃなくて俺はこちら神戸 KOPE 前も言ってたけど、終了、終了、yeah.